2015年ジュバ空港墜落事故は2015年11月4日、南スーダンにあるジュバ空港において、アンマイナス12がジュバ空港から離陸した直後に、滑走路から800メートルの地点に墜落した航空事故である。乗客は全員が南スーダン人で、乗員はアルメニア人5人、ロシア人1人だった。乗員乗客39人のうち37人が死亡し、 生存者は乗客二人だった。2005年1月12日に撮影された自己機事故機は OK、安東のお記念航空科学技術複合体が開発したアン -12BK で1971年にテイポックで製造後、タジキスタンでアン -406 として登録されており、製造番号は01347704であった。 タジキスタンのアジア航空からのリース機であり、アライドサービスリミテッドが運航していた。事故機のアンマイナス -12 は、貨物便として、ジュバ空港からパロイック空港までの飛行をする予定で、滑走路13から離陸しようとしていた。原因については、オーバーロードの可能性が指摘されている。ベビー、サバイブドサウススーダンプレーン、クラッシュインマンズアームズ、イースタンミラー、 2015年11月8日閲覧。ローンアダルトサバイバーオブサウススダネセプレーンクラッシュリクウンツストーリーオブハウエイチイセーブドエイベイビーズライフザブレイズ2015年11月8日閲覧。南スーダンでロシア人を乗せた輸送機墜落死者もスプートニク日本 http://jp.sputniknews.com スラッシュアフリカスラッシュ2015-1104スラッシュ1119492 html2015 年11月4日閲覧。南スーダンの輸送機墜落、35人以上の遺体を収容 CNN2015 年11月5日、ベビーサバイブドサウススーダンプレーン。 クラッシュ・イン・マンズ・アームズ。イースタン・ミラー。2020年5月19日閲覧。アマイナス406アクシデント・サムマリー。アビエーション・セーフティー・ネットワーク。2015年11月4日、閲覧。ロシアイカーゴ・プレーン・クラシャス・イン・サウス・スーダン・アット・リースト・十五デッド。USA ・トゥデ y 2015年11月20日閲覧。ありがとうございます。